たが力いっぱいぶつかってくるから、こっちも相応の返しをしなきゃいけないんだよ。あんたも男ならさ、私のこのか弱い体をもっといたわるべきなんじゃないの？はあ、お前の冗談は面白くねえな。力でかなわなきゃ、なんで俺は倒れててお前は立ってんだ。ああ、力で投げたわけじゃないんだ。相手より力で劣るものが自分を守るための技術だったりするからね。あんたも知ってて損はしないよ。わかった。少し休憩しよう。兄、降参だ。降参する。降参、降参なんかしてないで学習しなよ。力の使い方と女の子との話し方を。分かった、覚えるから話せって。そう、そんなにもっと知りたいの。なんでライナーが降ってくんだよ。ねえ兄、私にもそれ教えて。どうかな。この技は人間用なんだ。あんたに必要あるとは思えないけど、ただ猛獣に通用するかどうか興味はある。マジかよ、ついに。おいおい、あいつらがやんのか。夢のカードが。どっちだ。やっぱり兄かな。はバカが。俺はミカサに晩飯全部だ。お前はどっちだ、ヘレン。俺は